さあ今回のうどんマップも TNC 放送会館の前からスタートしていきます。うどんマップに導入したくじ引きという緊急ルールも今日がラストというわけで、皆さんから思いのこもったうどんを今日もたっぷりとご紹介していきます。ではまず1軒目から引いていきましょう。うどんどどんうどんどどんうどんどどん1軒目これです。タータンさんからのうどん情報です。昨年12月12日にオープンしたよもぎ肉うどん店一さん、電話番号と住所も詳しく書いてあって、こちらのお店よもぎ麺普通麺の2種類で今日食べてきました。食べた後すぐ書いたんですね。漢字がよく綺麗です。ぜひ行ってみてくださいねと。おお嬉しい。完食直後のうどん人一押し一に決定です。調べたところお店があるのは福岡市南区。早速電話で取材交渉です。お電話ありがとうございます。よもぎ肉うどんです。もしもし。はい。ももちはまストアうどんマップというコーナーをやっております。うどんマップというコーナーをやってます。岡澤明と申します。はい。一さんのおうどんがすごく美味しいというふうにありがとうございます。はい、教えていただいて、ぜひともこの後取材させていただけないかなというお願いで。やりました。取材 OK いただきました。よし。移動のため TNC 前からうどん号に乗車し、お店のある福岡市南区柳川へ向かいます。さあ福岡市南区柳川1丁目のバス停にやってまいりました。それでは早速1杯目向かいたいと思います。お店までは歩いて3分です。あ、看板が見えました。よもぎ肉うどん一さん、ここですね。いいですね、この看板も。あの一がまたよもぎ色っていうのも素敵です。ごめんください、失礼します。よろしくお願いします。ごめんください、すいません、お騒がせします。お、店内すごいですね。こうやってさらに屋根があって、あ、店長さんですか。ちょっと待ってください、店長さんのその髪色。いや、よもぎ出すぎてよもぎになった。もう見た目からよもぎ愛が伝わってきたんで。じゃあこちらはよもぎ肉うどんの専門として。もちろん白うどんも用意してるんですけど。はぁ、あ、はぁはぁ。福岡市南区柳川のよもぎ肉うどん一。北九州で親しまれるよもぎうどんの味を福岡市内でも食べてほしいという思いから、こちらのお店をオープンしました。今回は一番人気、お肉たっぷりのよもぎ肉肉うどんをいただきます。お待たせしました。はい、ありがとうございます。来ました。美味しそう、すごいですね、肉がゴロッと。よもぎ肉肉うどんこちらでございます。いやー素敵で、このよもぎの麺が見えないぐらい入ったたっぷりのネギ、これネギ多くないですか、すごいですね。ネギがいっぱい入れた方がうどん美味しいんで。で増やしていったらこんな量になっちゃいます。あらまあ。さあではこの大量のネギに隠れたよもぎ麺見てみましょう。よいしょ、どうだ。おー、緑ですね、すごい。結構濃いめの緑。はあ、これもまた珍しいです。いただきます。よもぎの香りがすごい、めちゃもう口に、よもぎが本当、麺自体はコシの強い麺で、噛んだらすごいです。もう一気によもぎが弾けて香りがします、すごい。濃い緑色が特徴のこちらの麺、産地の異なる2種類のよもぎを麺の中にたっぷりと練り込んで作られていて、醤油ベースの濃いうどんだしに爽やかな香りが加わります。いや、じゃあお肉いきましょうか。こちらいただきます。うん、柔らかいのもそうなんですけど、肉のこの甘さと旨味がすごい。
もう噛んだらじゅわっと肉汁飛び出してきてめちゃくちゃ美味しい。北九州に行けなくても行かなくてもここでよもぎ肉うどんを食べれるよということで。あ、素晴らしいですね。よもぎ麺にがっつりこうハマって髪の色までよもぎ色に、はい、じゃあ本当にこう心の底からこのよもぎうどんを愛してらっしゃるんですね。はい、完食しました。さあ、柳川一丁目のバス停に戻ってまいりました。それでは2軒目のうどん情報を引いていきましょう。うどんどどん、うどんどどん、うどんどどん、よし、これだ。はい、ミッツーさんからいただきました。いつも楽しく拝見していますと。うどんマップ情報としまして、北九州市八幡西区の喫茶パールはいかがでしょうか。ほう、喫茶店ですか。喫茶店ですがうどんもあります。おお、あきらくんにはぜひこちらの名物の大盛りカツ丼とうどんのセットを注文してほしいと思います。知る人ぞ知る情報をお持ちのうどん人一押し、喫茶パールに決定です。ありがとうございます、喫茶パールです。もしもし、桃地山スはうどんマップというコーナーの岡澤と申します。あ、アキラですか。あ、アキラ、アキラです。アキラです。どうされたんですか。はい、視聴者の方からですね、本当ですか。はい、喫茶パールさんのうどんセットが美味しいというふうにお勧めいただきまして、無事に取材快諾のご返事をいただきました。現在地からお店最寄りのバス停までは70キロ、うどん号でおよそ1時間の移動です。さあ、北九州市八幡西区のあの電停前のバス停やってまいりました。で、すぐ後ろに見えているのが筑鉄あの駅なんですが、お店がもうすぐそこでございます。お食事パールさん、すぐそこですね。こんなに近いとは。おお、こちらがお店の外観ですか。あ、いいですね。パールさんの看板もちょっとこうレトロな雰囲気漂って、で、ちょっとこっちの看板も見てください。これお腹いっぱいお食事できますと。いいですね。早速中にお邪魔したいと思います。行きましょう。おお、ごめんください、よろしくお願いします。失礼します。おお、あ、こんにちは。うわー、素敵な店内ですね。もうザ・喫茶店という感じで落ち着く、ちょっとこうレトロな店内で、あー、いいですね。あ、皆さんこんにちは。店長さんが、あ、店長さん、ありがとうございます。この度はうどんマップというコーナーの取材なんですけれども、もう何年ぐらいされてあるんですか、お店。母の代からで、はい、55年。あ、55年も。そうなんですね。だからこの落ち着くこの雰囲気で、こちらがメニューでございますね。失礼します。ほう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 、ちゃんぽんから始まり、そしてうどん、ちゃんぽん、焼きうどんもあって、あ、うどんのメニューも結構あるんですね。何が人気ですか、このお店では。ちゃんぽん、焼きちゃん、カツ丼ですね。ああ、大盛りのカツ丼のうどんセットがあるって聞いたんですよ。カツ丼セットですね。カツ丼セット、はい、あ、うどんが、カツ丼にうどん、ミニうどんがついて。あー、はぁはぁはぁ。筑鉄あの駅前で営業する喫茶パール、店名に喫茶とついていますが、地元の方からは創業当時から食事処として親しまれていて、お腹いっぱいいただける定食メニューも充実しています。はい、ありがとうございます。大盛りですね。ちょっとこちらでございます。これはお腹いっぱい食べられる。いや、素敵。これ大盛りじゃないんですね。大盛りじゃないです。通常のカツ丼がこちらのサイズで、はい、いや、結構びっくりされるんじゃないですか。そうです、ね、そしてこのミニうどんが、はい、結構ね、普通の量と変わらないぐらいの大きさじゃないですか。そうですかね。いいですね。
あ、もうここではこれがミニですか。はい、そうか。じゃあまずはミニうどんの方からいただきたいと思います。いただきます。もう滑らか、もっちもち、柔らかい分本当にこの出汁の旨味が浸透してますね。具材もこの揚げ玉とかまぼこだけなんで、純粋にこの麺の味と出汁の旨味っていうのを存分に感じられます。で、こちらのミニうどんとさらにこのカツ丼です。いやー、この器パンパンに入ったこのカツ丼、いやー、玉ねぎもたっぷり、これ持っただけでもかなり重量感ありますからね。うわ、いいですね。揚げた瞬間この湯気、甘さの効いたお出汁とたっぷりの玉ねぎの味が染み込んだカツ丼、お腹いっぱい大満足でいただけます。完食しました。さあ、2軒目の取材が終わって時刻は5時30分です。このうどん情報をね、引くのもこれが最後というわけなんで、もう1軒今日は行きたいと思います。うどんとどん、うどんとどん、あいた、うどんとどん、よしよし、最後はこれだ。ひなかすめさんからいただきました情報です。なかなかお会いできないのでメールで失礼しますと。多分長いうどんマップの歴史の中でも高額のメニューだと思います。糸島市の水風台にある水風茶屋というお店のあごだし特製冷やしうどん1420円というのがあります。行ってみられてはいかがでしょうか。高額うどんを知るうどん人一押し、みなかぜ茶屋に決定です。早速取材交渉を行ったところ、無事にこの後の取材許可をいただきました。北九州市八幡西区からうどん号に乗車し、お店のある糸島市へ向かいます。バス停からお店までは歩いて10分です。あー、大きな看板出てますね。ありました、ここです。みなかぜ茶屋さん、こちらでございます。緑もあって、うわー素敵。失礼します。あ、ごめんください、こんにちは、どうも失礼します。うわー素敵な空間ですね。店長さんですか。ありがとうございます。すいません、よろしくお願いします。こちらのお店はどういったお店になるんですか。町屋カフェ、昔のこう町屋をイメージして作った店ですね。今回ちょっとうどんをおすすめしていただきまして、何やらちょっとこう高額な特別なうどんと聞きましたが、やっぱり予想にないようなちょっと変わったもの、はい、あ、食べてよかったねって思われるようなものを出したいっていうのが私の考え。じゃあもう本当に特別なうどんなわけですね。わかりました。糸島市みなかぜ台に5年前オープンした町屋カフェみなかぜ茶屋、旬の食材を使った定食に一品料理、食後のデザートを含めたメニューの数は100種類以上ありますが、うどんは今回おすすめしていただいた冷やしうどんのみを提供しています。果たして大将のこだわりがとことん詰まった一杯とは。さあ、来ました、ありがとうございます。見てください、これ見た目も美しく彩りもいい。好きなものをたっぷり食べていただこうと思って、はい、水菜とエビの天ぷら、はい、それから焼きナスに梅干しですね、層をつけて出してます。冷たい麺にあったかいトッピングがこう乗ってた、はい、でこっちのつけ汁の方には何が入ってるんですか。鶏のささみ、それとオクラですね。ささみとオクラ、山も入れる
赤もく入れる。ですから本当トロトロの感じで食べていただこうです。すごいですね。夏のさっぱり系のオールスターじゃないですか。じゃあこのまず麺ですね。うわ、細麺のこれキンキンに冷えてますからね。絡めていきましょう。よし、山芋と赤もくが絡んで、おー、すごいですよ。よし、うわ、このとろみ、うん、青だしのこの香ばしさと香りがすごい。もうキンキンに冷えた細麺で、もうつるっとした喉越し、最高です。ちょっと焼きナスもいただきます。青だしのつゆにつけて、うん、おー、うん、もうとろっとろ。焼きナスの香ばしさ口にめちゃくちゃ広がって、いや、このナスのこのみずみずしさ、いや、このあごだしの相性も抜群ですね。やはり夏に焼きナスっていうのは、その香ばしさが少しあるところがやっぱ美味しいんですね。あ、ですね、まさにその通りでした。もうこの内容だったらもう納得ですね。いや、私もあのこの福岡近辺、はい、いろいろ食べ歩きましょう。1000円超えてうどんってないですよね。なかなかないですね。ただかなりいいものを使ってます。うん、はい、いや、もうそれがもう存分に伝わりました。はい、うん、あー、完食しました。こだわり具材の冷やしうどん、夏が詰まった一杯でございました。ごちそうさまです。